どうも、ガチャンネルです。いきなりですが、皆さんは爬虫類にはどれぐらいの量の紫外線が必要であるか知っていますでしょうか？このチャンネルでは爬虫類の骨や甲羅を作るためにカルシウムだけでなく適切な紫外線量が重要であるという内容の動画をいくつか作ってきましたが、それらの動画の中ではある一つの基準をもとに説明していました。それがファーガソンゾーンです。このファーガソンゾーンは2010年にファーガソン教授が発表した論文の中で提唱された基準です。爬虫類は種類によって必要になる紫外線量が変わってくるので、必要な紫外線の強さによってゾーン1からゾーン4までの4段階に分類されています。この基準は過去動画で何回も登場しているように海外の爬虫類器具メーカーであるズーメッドが参考にしています。またエキゾテラのライトもサイトには書いてないんですが、ファーガソンゾーンに基づいてるんじゃないかと思ってます。このようにファーガソンゾーンは多くの爬虫類メーカーから信頼を置かれているので、一見小難しくてクロート向けの知識なんじゃないかなと思う人もいるかもしれませんが、実は初心者こそ知っておくべき指標なんです。ファーガソンゾーンを知っているだけで爬虫類飼育はかなり楽になります。そこで今回はファーガソンゾーンとその活用方法について解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ファーガソンゾーンは先ほど言ったように2010年のファーガソン教授の論文に掲載されているんですが、このゾーンはある実験をもとに作られています。その実験というのが、野生の15種類のヘビやトカゲを対象に毎日どの時間帯にどれだけの紫外線量の太陽光を浴びているかを測定するといったものです。その実験結果をもとに各爬虫類がどれだけの紫外線量を必要としているのかをまとめた基準がファーガソンゾーンです。ファーガソンゾーンをまとめた表がこちらです。紫外線量の基準の一つである UV インデックスの範囲によって4つのゾーンに分けられています。ゾーン1が白明白母星、まあ、つまり夜行性だったり日陰で一日中過ごしているような生き物で、レオパやコーンスネークが対象になっています。ゾーン2は朝や夕方に日光浴する生き物で、パンサーカメレオンやアカアシガメなどが対象です。ゾーン3は朝と夕方だけでなく日中にも日光浴する生き物で、ロシアリクガメやイグアナなどが対象になっています。そして最後にゾーン4が日中のみに日光浴する生き物で、トゲオガマやフトアゴヒゲトカゲなどが対象になっています。現在はファーガソンゾーンについて様々な研究が行われていて、254種類の爬虫類がゾーン1から4に割り当てられています。そしてそれぞれのゾーンの爬虫類が浴びている平均の UVI と最大の UVI がこちらです。まあつまり飼育する際にはそれぞれのゾーンの爬虫類に対応する野生下で浴びていた UVI をケージ内で再現してあげればいいというわけですね。とここまで UVI という言葉をずっと使ってきましたが、 UVA や UVB などが他にもあるにもかかわらず、なぜ UVI を使うのか疑問に思いませんか？まず UVI とは、もともと紫外線が人間の体に与える悪影響の度合いを分かりやすく示した指標のことで、紫外線のうち UVA 領域と UVB 領域の波長を足し合わせたものから算出します。これらの体に悪影響を与える領域の紫外線は広範紫外線と呼ばれています。より詳しい紫外線の説明を見たい方はこちらの動画をご覧ください。ここでなぜ爬虫類には紫外線が必要なのかを考えてみてください。そうです、カルシウムを吸収するためです。もっと言うと、カルシウムの吸収に必要なビタミン D3 を体の中で作り出すためです。こちらをご覧ください。この青い破線がビタミン D を生成する波長分布で、赤い実線が広範紫外線の波長分布を表しています。縦軸の数値が高いほどビタミン D を多く生成することができる波長領域ということになります。どうですか？似てますよね。そうなんです。広範紫外線はビタミン D を生成する波長領域と近いので、爬虫類が必要とする紫外線量の指標に使われていたというわけです。ということで、ファーガソンゾーンや UVI がどのようなものか分かったところで、ファーガソンゾーンの活用法について紹介したいと思います。この方法は2つあって、シェードメソッドとサンビームメソッドと呼ばれています。基本的にはゾーン1とゾーン2の一部の爬虫類がシェードメソッドで、ゾーン2の一部の爬虫類とゾーン3、ゾーン4はサンビームメソッドを適用するのがいいと言われています。まずシェードメソッドとは、
主に一日中日陰で生活していたり、たまにバスキングするような爬虫類に適した方法で、ケージ全体を平均の UVI にして端っこをゼロにするっていう方法です。例えばゾーン3でシェードメソッドを適用する場合、バスキングスポットを 2.6 ぐらいにして、それ以外の場所が 1.0、 シェルターを置いてゼロのエリアを作るといったイメージです。基本的に全体をそこまで高くない UVI に設定することで、日陰で生活しているような環境を構築するという方法ですね。ただそういった爬虫類でもたまにバスキングをするので、ちょっと強めの UVI2.6 のエリアを作ってケージ内に紫外線の勾配を作ることで、好きな時に好きな強さの紫外線を浴びられるようにすることが必要です。そして3ビームメソッドですが、こちらは日中でもよく太陽の下でバスキングする爬虫類に適していて、バスキングスポットを最大の UVI 範囲に設定してケージの端の UVI をゼロにするという方法です。ゾーン3の場合はバスキングスポットが UVI2.9 から 7.4 ぐらいの大きさに設定して端っこをゼロにするといったイメージです。まあでも実際はそれぞれの爬虫類の野生下での行動をもとにライトを配置するのがいいと思うので、シェードとサンビームを組み合わせた方法もありだと思っています。例えば乾燥系リクガメの場合はほとんどがゾーン3でサンビームメソッドが適用されます。そのためバスキングスポットのみ強めの UVI に設定して他のエリアをほぼゼロにするというわけですが、リクガメの甲羅は紫外線をほとんど通さないので、頭や手足を紫外線に当てないとビタミン D3 を合成することができません。このファーガソンゾーンはもともとトカゲやヘビが日光浴する時間帯や紫外線量をもとに作られたものです。まあ、そういった爬虫類の場合はサンビームでもビタミン D3 を合成することができますが、リクガメの場合はバスキングスポットにいても床材で手足が隠れている場合、ビタミン D3 を合成することができません。それを防ぐためにバスキングスポットは3B メソッド、それ以外のエリアはシェードメソッドにして、あとは端っこにシェルターを設置することで局所的に UVI をゼロにするという方法を使っています。バスキングスポットにはメタルハライドランプで強めの紫外線を照射していて、こちらのソーラーメーター 6.5 という UVI 測定器でリクガメの目線の高さぐらいの UVI を測ってみると、この辺りでだいたい UVI が5前後になりますね。そしてバスキングスポット以外のゾーンはこちらのズーメントの UVI5.0T5 管のハイアウトプット 24W というものを使っているんですが、これによってケージ内の広い範囲低めの UVI を照射しています。こちらの UVI も測定してみたいと思います。ここでだいたい 3.0 ぐらいになりましたね。そして最後にシェルター内も測っていきます。まあ当たり前ですが完全にゼロになりました。ということでこちらのケージ内の UVI の勾配はこのようになります。ちょっと前まではうちでもバスキングスポットを 2.6 でそれ以外を1という感じで、まあ、シェードメソッドを適用していたんですが、メタハラの高さを調節しているうちに UVI が5ぐらいでもよくバスキングしている姿を見かけたので、バスキングスポットだけ3ビームメソッドを適用することにしました。ちなみにファーガソン教授もこちらのソーラーメーター 6.5 を使って実験を行っていますので、自分で UVI を調節してみたい方はぜひ購入してみてはどうでしょうか。まあ、このようにソーラーメーター 6.5 のような紫外線測定器があれば自分でライトの高さを調節して UVI を調節することができますが、なかなか高価で手を出しづらいですよね。まあ、そういった場合はズーメッドの製品ならばどの高さでどれぐらいの UVI が照射されているかという表が作られていますので、それを見ながら設置するのがおすすめです。概要欄に URL を貼っておくので気になる方はご覧ください。はい、ということで今回は爬虫類に必要な紫外線量をまとめたファーガソンゾーンとその活用法について解説してみました。基本的にはゾーンごとに決められた方法でライトを設置するのがいいと思いますが、今回の乾燥系リクガメのように飼育環境ではうまく紫外線を浴びられない場合は試行錯誤する必要があるので、皆さんが飼育している爬虫類の野生下での行動を YouTube や論文などで調べてみるのをおすすめします。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。